アイテム番号、SCP-610JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-610JP は国の生態系研究下に置かれているとして、一般人の侵入を阻止してください。また、上空への航空機による侵入は阻止してください。SCP-610JP は巡視艇及び無人ドローンを使用し24時間体制の監視を行うとともに、生物の侵入を阻止してください。生物が侵入した場合は即座に確保に移り12時間以内に SCP-610JP 内から排除を行ってください。また、生物が射出された場合は、目撃者に A クラスの記憶処置を行ってください。説明、SCP-610JP は太平洋上に存在することです。SCP-610JP 内には SCP-610JP、A、SCP-610JP、B 以外、植物のみが繁殖しており、真菌を含む他の動物は存在していません。SCP-610JP の異常性は SCP-610JP、A、SCP-610JP、B 以外の生物が SCP-610JP 内に侵入し、12時間以上経過した際に発生します。SCP-610JP 内に侵入し12時間以上経過した生物は、SCP-610JP 表面に接触している部分がわずかに沈下し、その後5分以内に第3宇宙速度で上空へ向け射出されます。射出に際しては本来発生する衝撃波等の現象は確認されていません。また、射出された生物は急激な速度の上昇による負荷及び宇宙空間への移動という条件にもかかわらず、死亡せず、一般的な行動が可能であり、また、いかなる状況においても初速を維持していることが確認されています。SCP-610JP は財団所有の人工衛星が撮影した宇宙空間を飛行する人型実体の組成を調査する過程で、その実体が生物学者の、死であると確認。死の行動を追跡した結果、SCP-610JP へ生態系の調査を行うために近隣の島を出航したことを最後に行方不明になっていたことから SCP-610JP を調査。その異常性が判明しました。現在時点で SCP-610JP の周囲 20km には有人島が存在しておらず、また、周辺地域では神之島とされていたことにより二遊島そのものが禁忌とされていたため、現在に至るまで SCP-610JP 内に侵入した人物はごくわずかです。SCP-610JP、A、B はそれぞれ生後約1年未満とみられる羊と生後約10年以上と推測される青大将です。SCP-610JP、A、B はどちらも発見当時から成長、あるいは老化していないことが確認されています。SCP-610JP 内には SCP-610JP、A、B を除く動物が存在していないにもかかわらず、SCP-610JP、A、B 及び他の植物が生存し続けられる理由は不明です。射出される対象が人間である場合のみ、SCP-610JP、A は射出される対象から逃走し、SCP-610JP、B は接近を行います。これらの行動を取る意図は現在不明ですが、SCP-610JP、B の接触が射出時間を早めるという報告も存在し、現在因果関係を調査中です。実験記録 610JP、1900年月日、実験対象として録音。通信機材を所持させた D-1223 を SCP-610JP 内に12時間以上投入させ、射出後の通信を試みました。以下はその音声記録です。12時間が経過します。D-1223 報告してください。はい、と言っても何も変わりませんよ。あのヘリはずっと俺の近くにいますけど。なんだ、これ。どうしました ?D-1223 報告を。足が地面にうずもれて、抜けない。おい、近寄んなよ。括弧直後、風を切るような音が数分間続く。D-1223 からの応答はなし括弧閉じ。応答してください。D-1223。ダメか?先生。応答がありました。どうしました ?D-1223。俺、飛んでる。括弧直後、何らかの衝突音とともに音声が途絶える括弧閉じ。その後 D-1223 から通信は入らず、また、D-1223
4223の回収は困難として、実験は凍結されました。なお、D-1223 の所持していた記録装置の充電は約、年間使用可能だったため、連絡が入らない理由は機器の故障とみられています。ホイ1、数回にわたる実験において、SCP-610JP によって射出された生物の軌道を計測したところ、どの場合においても約、光年離れた惑星へ最終的に到達することが確認されました。対象の惑星は財団の観測の結果、ゴルディロックスゾーンに属する惑星であり、約、%の確率で地球と類似した環境が存在すると考えられています。対象の惑星に生物が存在するかについては現在も調査中です。ホイに、2000年、月、日、約、年間連絡の途絶えていた D-1223 から通信が入りました。以下はその音声記録です。録音開始。D-1223報告してください。はい、私はずっと飛んでいます。宇宙の闇を、永遠の孤独を。まず確認しましょう。今まで通信が取れなかった理由は？あの直後、私は何かにぶつかりました。おそらくは何らかのツルテでしょうがね。そして機器が破損してしまったのでそこから修理をし、何とかこうやって通信できるまでにこぎつけたのです。なるほど。では、現在の状況を教えてもらえますか？はい、私はクオンの旅路をうろつい続けています。道中で様々な脱落者を目撃しました。岩に刺さる聖人、氷に砕かれたカラス、彼らはあのまま生き続けるのでしょう。ですが、きっとそれらを乗り越えた苦難の先には天国が待っている。私は永遠にも等しき孤独の中でそれを理解したのです。すいません。もう少し簡潔にお願いしたいのですが。ああ、申し訳ない。私の先達たちは不幸な事故によってその志を達することできず、今この永遠の木図となってしまったのです。ですが、それは彼らに何かしらの咎があったため、いずれ、その咎も許されまた私と同じ道をたどることができるでしょう。つまり、あなたの言うそれは永遠に射出された対象であり、あなたは今の状況を何らかの救済に至る道だと捉えているのですね。はい、今は苦しく、長い旅ですがいずれ天国へ導かれる。少々孤独は答えましたが、今先生という話し相手も得ました。先生、私は目的も決まれあと何年かかるのでしょうか。おそらくもうそろそろ到着するのではと期待に胸を高鳴らせているのですが。D-1223従来な連絡があります。何でしょうか。今の私は非常に満ち足りています。どんな連絡でも。バッテリーの残量がなくなりました。財団天文部による試算の結果、D-1223 が対象の惑星に到達するまでには約年を要するという結論が出ました。また、その工程中に存在する他の惑星、およびブラックホール等による引力の影響といった様々な障害を加味する場合、たどり着ける可能性は約 0.00000% 以下であると推測されます。D-1223 を回収する計画は現在の技術面から不可能と判断され結論は保留されています。